どうもこんばんは、サテコーズです。2014年始まりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、僕が過ごしているこの実家の家の中を紹介していこうと思います。結構部屋の数が多いので少しずつになるとは思うんですが、ザザッとね、家がどうなってるのかご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。まずはこのままね、もう行きますよ。これが玄関ですね。こんな感じで、門松というか、これね、お正月飾りありますね。では入りましょう。はい、これがね、玄関です。靴とかね、いろいろあるんですけど、これね、ちょっと次男が今ここにいますけどね、まあ帰ってきますよ。じゃあちょっと今俺家紹介してるで、ごめんな、撮影して。じゃあちょっと一個ずつね、部屋紹介していきましょう。これがね、鈴が外に出ていかないための柵です。柵ね、これを越えて入る。ちょっとめんどくさいけどね。で、まずちょっと分かりにくいんですけど、ここの部屋、ここに1個部屋あるんで、ここちょっと紹介してみたいと思います。よいしょとね、ここの部屋ですね。ここの部屋ちょっとね、暗いんでちょっと電気つけますね。いきまーす。よいしょと。あいつかない。はい、この部屋ですね。ここは今のいとこがちょっと泊まってる部屋になってます。普段はね、あんまり使われてない部屋ですね。もともとばあちゃんとかがここで、寝てました。じゃあ次行きましょう。はい、ちょっと、じゃあ次はですね、こっち2階とかいろいろあるんですけど、お風呂、ここお風呂です。お風呂場はこんな感じです。ちょっと汚いんですけどね。上に、こういう風に洗剤とかね、アタックとかタオルとかね、でここに、タオルで洗剤とかで、ここに洗濯機があって、お風呂場がこれですね。お風呂場はこれですね。はい、じゃあ次ですね、次はですね、まあリビング行きましょうか。あ、違う、リビングじゃない、キッチンか。キッチン行きましょう。こっちキッチン。でここはね、今スズもいる。おしっこ出ちゃってますけどね。スズがここでおしっことか餌とか食べたりするところです。でここが台所でございます。台所行きましょうか。ここが台所です。ここは台所ですね。鈴とね、いろいろ見ますね。はい、じゃあ次はですね、ここを出てこのリビング、みんなでテレビとかね、見たりとかするこのリビングなんですけど、ここね、入ってみましょう。ここで皆さんね、おじさんとか父親とかね、いとこの子がテレビを見てます。でここに仏壇があって、でここに、ね、机があってですね、ここにソファーがですね、ソファーがあります、ね。でですね、まあこんな感じでくつろいでますと。では次行きましょう。ちょっと、じゃあ次はですね、まあ1回これで終わりなんで、ちょっと2回行きましょうか。その前にこれ洗面所ですね。ちょっと電気ついてますね。あ、電気誰か入ってんのか。ごめんなさい。すいませんね。2階行きまーす。2階はね、これがこういう感じです。こういう感じです。上行きましょう。ちょっと。こんな感じでね。2階もね、3部屋全部であります。3部屋あります。で、1、2、3で、奥から見ていきましょうかね。ちょっと暗いんですけどね、ちょっと怖めなんだけどね、子供の時とかこういう部屋怖かった。ちょっと真っ暗で、ちょっと電気つけますね。ちょっと待って、電気これか。ですね。こう洗濯物主に干す部屋ですね。ちょっといろんなもんくちゃくちゃになっちゃってるんですけどね、いろいろ干してあります。でまあこの中にね、この間お母さんが、買ってきてくれた、これ島村のこの、ね、チキンラーメンのキャラクターのパンツ、これが干してありますね。あとはなんだ、いろいろまあパンツとかね、あんま映すと怒られるんで、この辺にしておきます。それでは次の部屋行きましょう。次はこれですね。ここはですね、俺の弟が、泊まってる部屋ですね。ね、いますね、次男ね。次男が泊まってる部屋です。これですね、なんか筋トレしますね。うん。でまあこれはね、福井市にある実家からね、いろいろ持ってきた、もうサイドボードなんですけど、まあ、ミッキーとか、うちの母ちゃんがね、こういう、いろんな人形が好きで、集めてるんですよ。まあ、こんな部屋でございました。それでは、次、最後の部屋ですね。こちら、行きましょう。この部屋ね、もともとじいちゃんとかばあちゃんが一緒に寝てたね、部屋なんですけど、これですね。
まあ今はちょっといろいろ物だらけになって物置とかになっちゃってますけどね、こんな感じでございますね。はい、では、これでまあ2階は全部紹介し終わったので、最後はまあトイレ紹介してね終わることにしましょう。よいしょよいしょよいしょっとよいしょっと、トイレはですね、こっちがですね女便所なので、ちょっとここは中を映さないですけど、最後にここの男子便所を、見て終わることにしましょう。せーの。あれ兄ちゃん